熊本港、熊本駅三角港、熊本空港、熊本県地図、熊本港は、熊本県熊本市西区新港にある港湾施設である。熊本都市圏の海の玄関口として機能しており、熊本海の駅でもある。熊本県の中央部を貫いて、有明海に流れ込む白川と緑川に挟まれた熊、アクミガンの地先に人工統計式により、熊本都市圏と直結した。 物流港湾として整備されている。港湾施設はすべて人工登場にある。今まで有明海の浅瀬のために大型船は入港できなかったが、2013年には国により岸壁と合わせた軽流施設総延長が240メートルとなり、クルーズ客船等の大型船の着岸が可能になった。トライトン社が所有する40フィートがタフラットラックコンテナに積載された。 風力発電用プロペラ。撮影当時は全国的に風力発電が登場し始めた初期になる。熊本港コンテナターミナル。平成28年熊本地震により発生した大量の災害廃棄物を県外の廃棄物処理施設において広域処理するため東北震災で初めて登場し輸送終了後に待機状態となっていた。 大英環境社所有のハードトップコンテナを再利用して輸送することとなった。2016年6月より、熊本市内の仮置き場において詰め込まれた災害廃棄物を、三元商運株式会社が熊本港から三重県の廃棄物処理施設に向けて大阪港まで海上輸送し、大阪港からは陸路で輸送された。写真は今回の輸送のために、 熊本港、コンテナターミナルに積上げられた大量のハードトップコンテナ群。人工島の熊本港全体が新興町目となっており、熊本旅客ターミナルビルは新興1丁目1番、熊本海の駅は新興1丁目2番、分場、リース用地は新興1丁目4番、新興2丁目など、ありがとうございます。